エンタメ情報サイト、オフィスナイキをご覧の皆さん、音楽どころの石川千鶴子です。よろしくお願いします。石川さん、ここはもう新しく、移転オープンということですけど、前 の、 店舗に比べて、今度はここがこういう感じで違うとかね、なんかこう特色的なところを挙げるとしたらどうなんだ。そうですね、前とはちょっとカフェスペースもあったりとか、なんでしょうね、地下っていうこともあってちょっと落ち着く雰囲気を感じて、この場所に選びました。で、カフェはですね、当面は営業はしないつもりなんですけれども、落ち着いて、皆さんにそういうことも提供できるようになった時点で、ちょっとずつ始めようかなと思っています。で、今皆さんよくご存知の通り、 CD ってやっぱりネットで買ったりとか、アーティストも配信が増えたりとか、いろんな多様化をしている中で、じゃあ CD ショップはどうなんだろう。で、特にうちみたいな個人店はやっぱりやり方も方法もいろんなことを考えていかないと、これからの時代っていうのはやっぱり乗り切っていけないんではないかっていうのは、かなり前からありましたし、それがちょうど、移転という形の話が出た時に、もし始めるならそういうことも含めて、そういう場所でっていうことが頭の中にあったので、そういう意味ではとてもいい場所と出会うことができてよかったなと思っております。それこそ音楽どころさんというと、演歌歌手はじめこうアーティストにとってね、インストアライブなんかでもできるという、そういうすごく魅力のあるお店作りをしてたんですけど、今回のやっぱり新しい店舗でもそういったインストアライブみたいのは、今はコロナ禍ではありますけど、どんどんその状況が整い次第やっていくつもりでしょうかね。 それはそうですね、消毒とか検温とか、そういった制限はきちっと持ちながら、随時やっていきたいなと思っております。やっぱり音楽って逆に配信とかそういうネットで買うっていう声があればあるほど身近に感じていたいとか、身近に感じたからこそみたいな、やっぱり両方あると思うんですよね、平行線上に。だからそこを考えるとやっぱり両方必要なことであって、それを続けることに自分のお店がなんかこう価値観を見出せるんじゃないかなというふうに思っております。今ちょっとこう店内見せてもらったんだけど、前と同じくその、道内インディーズのね、コーナーみたいなのもあって、それこそ道内 のインディーズのアーティストにとってはすごくやっぱり音楽どころさんというのはいろんな意味でこう応援していただけるお店というのがあるんですけど、やっぱりその辺のスタンスはもちろんこれからも変わらないんですよね。変わらないですね、やっぱりそこを私もすごい精神的にもいろんな意味でバネにしてますし、その子たちの成長がやっぱりとっても楽しみだっていうことと、やっぱりお店ってなんだろう、その自分たちが好きなものだけを取り扱っているわけではなくて、そういうなんかセレクトショップもやっぱりありますけどね、でもそうじゃなくて一緒にね、その子たちの良さを自分たちも知ったりとか、最初は全然知らなかった子たちがそんな活躍してるんだみたいなことも感じ取ったりとか、そういうことを一つの情報を自分たちもね共有していけるような、そういうやっぱりなんか元気の源みたいなものを自分たちも欲しいなっていうふうに思ってますし、それがなんかこうお店の中でその置いている作品でなんか一緒にできることがね、やっぱり大事なことだと思ってますので、ぜひお客さんにもねそれを分かってほしいし、ファンの方にももっともっと応援してほしいし、何でしょう、本当に音楽どころのところっていうのは皆さんよく最初このところなんですかっていう、奄美どころとかよく使う処方箋の書なんですけれども、ある意味やっぱ人が集まる場所っていう意味で最初ネーミングしたところがあるので、何でしょうね、やっぱりその意味をね自分なりにも作っていきたいな、スタッフのみんなとあそこ行くとあの店員さんがいるとか、あの名物おばちゃんがいるとか、なんかそういう感じが多分なんか気さくに遊びに来てくれるんじゃないかなっていうふうに、僕こんな音楽作ったんですけどみたいなことを、なんだろう、もっともっと言いに来てほしいし、それが
やっぱり普通のメジャーなものをやるとどうしても売らなきゃいけない、売れる作品なんだっていうところの価値観がまた違った意味で生まれるので、そういうことじゃなくて、昔こんな音楽あったら聴いてみたらいいのにって、こういう音好きだったらこんなことしたらいいのにみたいな、そういうこともね、まあみんないい年齢のスタッフがいるので、一緒にねこう共になんか成長していけたらいいなと、アーティストからは若さを、我々は昔から持ってるそんな知恵をね、ちょっとずつお互い出し合って何かできたら楽しいのかなと思っております。ちょっと手前味噌ですけど、このオフィス内部のホームページ、はい、結構業界の方たちも見ていただいてるみたいなんですけど、この今の、コメントを通してですね、ちょっとその業界の人たちにも何か一言最後にですね、呼びかけていただけますか、はい、いやもうでも頑張ってるというか、皆さんやっぱり何でしょう、私よりも先輩の人たちとか、まあ、同期でやっていらっしゃる年代の方はやっぱりめちゃくちゃ音楽好きだと思うんですよね。でいつ会っても音楽のこと熱く語りますし、そういう人たちのなんかこう自分たちが持ってる財産じゃないですか、その知恵とか知ってることって。だからそれをもっともっといろんなところでなんか伝えてあげてほしいし、自分たちも年取ってなかなか街に出かけないんだよなって言わないで、たまにはなんかこうフラッとねライブ見に行ったりとか、自分の好きなアーティストがどんなことをやってるのかをねちょっとだけ覗いてみるのも多分すごくいいことだと思うので、ぜひなんかそこがあってまたなんか新しい音楽にたどり着いて、おじゃあこれ見に行くために頑張るかみたいな、そんなねなんか楽しい話ができるといいなというふうに思います。もう続けていられることってやっぱり楽しいことなので、ぜひ皆さんも引き込まらないで、政治の言いなりにならないようにこうきちっとマスクつけて楽しくなんか出かけましょう。はい、はい、わかりました。どうもありがとうございました。ありがとうございます。